怖いのは目に見える制服の人たちよりも目に見えない地元の人たちなんですね。それでまあ正直本当見えないものと戦っているようなところがあるんですけれども、そういう時に支えになるのは国会議事堂前の皆さんです。本当に長いこと継続していただいているのは必ず力になっていると思います。そのことをお礼申し上げたくてここに参りました。皆さんありがとうございます。そしてこれからもどうかよろしくお願いします。原発が、まあ、日本と言わず世界と言わずなくなる日までですね、どうか全員を声を上げていきましょう。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。仙台原発、絶対動かさない。